さあ続いて広瀬アリスさんいかがですか。そうですね、アウトドア主義宣言、宣言です。やっぱちょっとインドアなので、そろそろアウトドアになりたいなって思ってます。どんなことから始めていく感じですか。外でやりたいのはスカイダイビング。極端だねめっちゃアクティブじゃん急だ ね、スカイダイビングやってみたい。やってみたいです。じゃあもうすぐやった方がいいんだよ。考えずに考えない、極端な2人いるよ、ね、考えずにもう、じゃあ今日もう考えた方がいい、今から今から行った方がいいかな、うん、っていう感じにしていこうかな。あ、なるほどなるほど。俺はすいません、俺のコーナーじゃなかった、はい、でもね、広瀬さんじゃあなかなかもってインドア主義なところがあるっていう、今の現在は。そうですね、はい、なので外にちょくちょく出ようかなと思ってます。はい、どうもありがとうございます。さあ続きまして小島さんいかがですか。私も宣言になりますけど、ちょっとは大人になろう主義ですかね。ね、なんでちょっと俺私たちちょっと大人になった方がいいよね。いや俺別に大人になんなくていい、いいよね、大人になんなくてもいいよね。大人になんなくていいよ、うん、いやダメだよ、そんなことばっかやってるから現場で怒られちゃうんだよ久々にね。大人になるってどういうこと。大人になるってどういうこと。大人じゃんもう体と心は。心は違う、ね、私たちは体だけ。考えて一回、考えない主義やめて一回。もうしゃべ考えないで喋りすぎて、ちょっとわけわかんなくなってたから考える主義、こういうとこちゃんと考えて喋ろう、私たち。あ、なるほどね。そうそうそう、考えるところは考える。じゃあ考えて喋ろう主義じゃない、うん、そう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 、それそれそれ、これです。見つかりました。見つかりました。みんなでビシッと決めよう。ビシッと、ね、最後、うん、はい、なるほどね、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。さあでは岡山さんは何主義が出てきますか。そうですね、結構あるよね主義。いや、だからでも宣言ですけど、ケントから学ぶ主義を、学ぶとこはすごいあるんですけど、その今も話してましたけど、その楽観主義じゃないですけど、そのいい意味で適度に肩の力が抜けてる感じみたいなのは、ちょお前、うん、そう、あ、ごめんごめん、すみません、やっぱ考えすぎちゃったりネガティブだったりするので、変わんないですからね、10代の頃からそのケントの良さみたいなのは、あれそれは、はい、声なんか気持ち悪いなと思って気持ち悪いかなと思って、そうですね、じゃあこれからちょっと俺も天音から学ぼう主義ですかね。山崎さんはどんなところを岡山さんから学んで。いやでも本当に役のなんていうんですか、あのサトシじゃないですか、データベースと言われるほどデータがすごい豊富な、役なんですけど、あまりもすごいいろんなこと知ってますしすごいいろいろ考えてるんですよ。それですごいね、学べるときあるんで、参考というかすごく学ぶときあるんで、気持ち悪いっていう顔すんだよ愛が深いなと、もう私ここにいて大丈夫かなって、いやちょっとそうですね、っていう感じですかね。仲が良いのでね、作品ともちょっと絡めたかった、ちょっと絡めたかった主義素敵です、ありがとうございますさあじゃあ続いて天野さんはいかがですか。はい、私は無駄遣いしない主義なんかすごいすぐいろんなもの買っちゃって、後々なんでこれ買ったんだろうとかそういうのが多いんで、ちゃんと買うものとなんか金額とかちゃんと計算して無駄遣い減らしたいです、はい、もう横のねお兄様お姉様が拍手してます。今度後で何か買ってあげるね怖い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 、いっぱい買ってあげるからよかったですね、はい、ありがとうございます。さあ続いて本郷奏太さんはいかがでしょうか。僕は自他ともに認める合理主義者だと思いますね。
喫水の。ええ、宝太郎ですよね。宝太郎はでも結構その無気力じゃん、なるべくいろんなことをしたくないみたいな。僕は自分のやりたいことはしたいタイプの合理主義なので、宝太郎くんとは違います。いかにこう時間や諸々の効率よくいろんなことを行うかっていうことをしていきたいですね。ええ、じゃあ本郷さんから山崎さんに何かアドバイスできることあるんじゃないですか。朝眠いの。眠いんですよ。あのね、僕は目覚ましの時間を家を出なきゃいけない2分前に設定してるんですよ。そうすると絶対起きなきゃいけないじゃん。だから起きんの。なるほど。その30分前とかにやって余裕持たせようってするから二度寝しちゃうの。だから2分前にすれば多分起きちゃう主義になれるよ。なるほど。で言ったらもう考える隙を与えてないってことですよね。自分考える隙を与えてない。もう最終通告。なるほど。さすがです。さすがです。本当さすがでございます。ありがとうございます。さあでは浅戸監督はいかがでしょうか。はい、そうですね、私もなんか何主義かなってなんかちょっと現場のことを思い出しながら考えたんですけど、よく考えたらその評価の現場の後からなんか食べるお菓子がいつもグミに変わったんですよ。なんかグミ主義、 なんでグミ主義になったのかなってよくよく思い出したら、本郷くんが現場ですっごいグミ食べるんですよ。で、あの女性スタッフたちがなんていうんですかね、こうざわついて、本郷くんグミしか食べてないんじゃないか、でグミ食べると本郷くんみたいにピチピチになれんじゃねえかみたいな、なんかすごい流行り始めて、でそう考えると、ああ自分グミ主義になっちゃったんだなって思って、これからもグミ主義でいこうかなと。そうですか、はい、あのお肌のツヤ張りは変わりがあんま変わんないですかね。はい、でも続けていこうかなと思ってます。あ、影響があったわけですね。はい、どうもありがとうございました。さあ続いての質問、ちょっと皆さんにしてみたいと思います。さて宝太郎なんですけれども、世間一般でよく言われるバラ色の高校生活とは打って変わって灰色の高校生活を送っていると考えられています。そこで皆さんの最近のバラ色灰色エピソードを教えてください。まあ、簡単に言うと最近嬉しかったことで、バラの灰色の方が、まあ、悲しかった残念だったっていうことになりますね。それでは発表を山崎さんからお願いします。嬉しかったこと、でもこうやって初日を迎えられて、あの本当に嬉しいですね。うん。いやそれはまずね、嬉しかったことか、いやだから僕思うのは、僕思うのは、あの普段のちょっとしたことでも当たり前だと思わずに感謝すれば嬉しいと思えるかもなって今思ってます。それはと言いますと、最近嬉しいことそんなないかもなって思ったんですけど、よく考えたら、あれも嬉しいことなのかなっていう、その感謝しようっていうふうに今切り替えました。何の話ですかそれ。セミナーみたいな風に。そう意識を変えて、意識を変えて、じゃあもう ちょっとしたいろんなことがもう嬉しい、うん、嬉しいんだなってくっていう、ね、楽観主義っていうのにちょっとね、やっぱ近いですよね。ご自身が本郷さんに言われた楽観的なところがあるっていうの考え方ですね。あ、そうですね。え、じゃあグレーな部分、灰色で悲しかったことって何かありますか。ある。悲しかったことですか。悲しかったことですか。くす、今でもないってことですかね。うん、あんまないですね。悲しいと思わないかもしれない。なんか今岡山さんが一生懸命こう、うん、マイクでね、あのフォローしてあげようと。いやいや、何してんのかなと思って、普段嬉しいことも悲しいことも思い浮かばないったら何して 寝てんのかな、ずっと。確かになんか感情がどっか感情どっか行っちゃってんの。
感情がどこ、深刻な話になってきたね、それなると感情どこ。いやでも哲学的な方に、はい、楽しい時もありますし悲しい時もありますけどいやうまくないうまくないまとまって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 ないもうなんだよそうね悲しい大人になって大人に大人になってそうだね楽観的にそうっすねいや普通にご飯お肉とか美味しいもの食べてる時嬉しいですし普通になんか人から悪口言われた時悲しいですでもね本当そうですもんねはい、うんはい、ありがとうございますそのままそのはいプレートを見てもらってありがとうございますあ振ってもらってもいいですよありがとうございますあ振ってもらってもいいかも背中も可愛いかもしれませんありがとうございます